一個一個細かい部分見逃さずにしっかり全員が一人一人声かけてしっかりやっていこう。はい、今や誰もが認める岡山の強豪創志学園。春の岡山県大会優勝、そして中国大会制覇、優勝候補の筆頭に挙げられる夏の県大会。ナインは強い決意とともに臨みます。まあ、2年連続そういう同じ状況で迎えてるんで、まあ、去年それでも夏負けてるわけなんで、やっぱり気を引き締めてもう一回やっていこうっていう、やっぱり最後の夏監督さんをやっぱ日本一の監督さんにしたいと思ってるんで。掲げるのは監督とともに甲子園優勝。この夏を最後に長澤博之監督の退任が決まっています。野球から学ぶものもあるし、それをまた野球に生かして野球で勝たないといかんからね、頑張ってやろう。また、はい、今ちょっときついけど、2010年4月、創部とともに野球部の監督に就任した長澤監督。創部1年足らずで創志の名を甲子園に轟かせました。12年間で春夏合わせて5回の甲子園出場。さらにもう一度創志学園の名を背負ってあの舞台へ。やっぱり生徒と共にということじゃないですかね。最後の試合も同じように創志学園として戦っていきたいと思います。長澤監督と一緒に甲子園へ。決め球は146キロのストレート、エース岡村幸太郎選手です。やっぱり監督さんに任されている分、しっかり試合で抑えて勝って結果を出していかないと、一番を背負っている責任でも、それはあると思うんで、夏はしっかり全員で優勝できるようにやっていきたいです。攻撃の要は4番金田京太選手。監督の言葉が支えとなりました。監督さんにはお前ならできるっていうふうに常に言ってくださってたので、それを自分の自信につなげれてやっていけました。やっぱり自分の一振りでチームの勝利に貢献できるようにやっていきたいと思います。甲子園、そして日本一へ、名将最後の夏が始まります。岡山は本当にいい思い出ばっかりで、負けた時も勝った時も優しく皆さんがね応援してくださったんで、これからの岡山のために何か残せるような試合をしていきたいと思ってます。監督さんの思いを追い越すぐらい自分たちが吐き出して、一日一日大切にしながら、やっぱ一戦ずつ全員で勝ちを取りに行きたいと思ってます。一番長い夏を監督と過ごしたい。創志学園は2回戦からの登場で、14日金光学園と笠岡商業の勝者と対戦します。3つ目は守備で言えば、リザーブに入るセンター、お前あれで変えられてる。